構える日本の航空会社。2015年11月30日までの称号は、スカイネットアジア航空株式会社、北海道国際航空に続く、新規参入航空会社の一つで、日本航空や全日本空輸などの大手に比べ、割安な運賃、カラフルな機体デザイン、日本最大級のゆったりした座席配置、宮崎さんの機内ドリンクサービスを売り物に、 2002年8月に、東京、羽田、宮崎線に新規参入した。なお、当初、宮崎福岡線も東京線開設と同時に、開設予定だったが、再産性が良い、東京線が優先され、福岡線開設は事実上見送られた。国際航空運送協会に契約更新料金を支払わなかったため、IATA 航空会社コードは 6J から、 LQ に変更された。その後、2013年12月18日付で6、J を再交付されている。2004年6月より、産業再生機構の経営支援を受ける。ANA が第2位の株主となり、同社との業務提携により再建を目指すこととなった。また、航空券の座席予約システムも、 ANA のものを使用するように変更したため、登場券の控えなども、ANA を利用したサイト同一様式のものが発見される。2004年11月には、ネクスト SNA と銘打って、機内紙雑誌、新聞、ドリンクのサービスを一度廃止。それに伴い運賃を値下げしたものの、他の新規参入航空会社と、同じく広告宣伝、提携販売が弱く、 知名度が低いため乗客数が伸びず、また機材等への投資も十分にできないため、機材に不具合が出ると運行便の欠航が多発。元々の集客見込みの甘さもあり、経営が改善されなかった。2005年8月より、東京、羽田長崎線の運行を開始。東京発の九州路線に特化することで、九州地方における知名度の向上と、東京から 九州地方へのビジネス、観光利用者への利便性向上を図り、集客を狙っている。2006年12月、産業再生機構と ANA による事業再生に一定のめどが立ったため、産業再生機構は保有する議決権割合の41.96%に当たる株式を、宮古ホールディングスが設立した宮古エアグランドサービス株式会社が行う。 株式公開買い付け応募することを決定した。2007年1月ぐ高 a GS は正式な TOB 内容を発表。すべての株主が TOB に応募できるため、買い付け上限を超える株数の応募があった場合、応募株数で買い付け上限の5万100株が安分される。産業再生機構以外の株主が応募した場合、 産業再生機構保有分の株すべてが買い付けされない可能性がある。なお、SNA 株式の一般公募額は5万円である。ため、株主優待割引権を目的とする個人株主のほとんどは応募しないと思われた。2007年1月18日、経営は大幅に改善しつつあるものの、2006年中間決算で、 約10億円の計上損失が発生しており、累積損失は約85億円まで増加していた。対策として、資本金の50%減資、資本準備金全額減少、日本政策投資銀行事業、再生投資事業組合へ20億8220万円の英州優先株式発行による増資。 上記優先株式増資分の全額減資を行い、累積損失を大幅に減少させる案が、臨時株主総会で議決された。2007年2月、宮、公営 GS は、TOB 結果を発表。産業再生機構以外の一般株主39名も、TOB へ応募。応募株数は52,432株となり、配分の結果、 産業再生機構保有分全株の買い付けがされず、2228株が返却された。2007年3月、産業再生機構保有の残り2228株すべてを、航空事業に強みを持つ総合商社、双日が取得。経費削減策として、予備機となっていた J737D 号機を2007年12月に返却している。 さらに、2007年9月をめどに、現行の東京、羽田長崎線、東京、羽田熊本線を、それぞれ6往復、道から4往復、日へ厳便、東京、羽田、宮崎線を6往復、道から7往復、日へ増便し、新たに、東京、羽田鹿児島線に3往復、日で新新規参入することが発表された。また、 同年4月からは同じく ANA の事実上の参加にあるエアデュート連帯運送を開始した。しかし、ANA とのコードシェア運行により、新興航,航空会社向け優先枠が設けられている、羽田空港発疑惑の優先枠の半分が、自動的に ANA に付与される形になるため、当時新興航,航空会社最大手のスカイマークから、実質的に ANA の傘下にある、 スカイネットアジア航空に新興航,航空会社向け優先枠を与えることはおかしいとの批判を受けた。2013年3月期決算においては、純利益が過去最高の11億100万円となり、6期連続の単年度黒字を計上した。これにより、事業開始以来積み上がってきた累損が解消した。新型機導入によるコスト削減効果と搭乗者数。 搭乗率の向上により、営業利益が19億4500万円と、前年飛躍3倍に達したことが、利益増に寄与した。2015年3月29日より、中部国際空港へ乗り入れを開始し、1日1往復で、那覇線を運行。2021年3月28日には、念願だった羽田発着艦船である羽田那覇に、就航。 2021年5月、ANA 参加であること、日本政策投資銀行が筆頭株主であること等の共通点があるエアドと共同持ち株会社の設立を検討していることが報じられた。両社は COVID-19 の影響が出る前から資本提携する可能性を探っていたという。同年5月31日には議決権のない優先株による 第三者割当増資を7月に実施後、資本金を1億円に減し中小企業として税務軽減すること。2022年6月に開かれる各社の株主総会で株式移転を承認後、2022年10月をめどに共同持ち株会社を設立すること。両社は事業会社として持ち株会社の参加に入り、経営の独立性は維持しつつ、 経費削減を目指すこと。羽田発着枠は合併という形を取らないため、回収回避される見込みであることが発表された。全便が、SNA の機材、乗務員を使用した全日本空輸との共同運航便である。旧塗装のボーイング737から400、JA737VSNA の機材は、以下の航空機で構成される。2010年以前は、 フリート前期が複数の航空会社での運用を経た、ボーイング737から400型のリース機材であったが、2011年よりボーイング737から800型新造機への更新が図られた。また、リースのみならず一部機材の自社保有も行っている。JA737D は客席定員型機材の149から150名より、 多い170名であるため、保安上、客室乗務員を立機材より1名多く登場させる、必要があり、コストがかさむとの理由でリース会社へ返却された。同機体は2005年2月24日に、緊急異常気圧低下により、航空重大インシデントとして扱われる事態を、起こして、以後、予備機材として保管されることが多かった。 ボーイング737から 800JA806X2011 年6月及び10月にボーイング737から800型の新造機2機をリース導入する契約を2010年2月8日に締結、日本時間の2月9日に発表した。これは、キャビン内に LED による先進的照明システムと、 騒音低減素材を採用し、オーバーヘッド瓶を大型化した BSYCO737 型機の導入を日本国内のエアラインとして初めて決定した事例となった。また2010年12月に今後の導入予定機として先に発表した2機も含めた同型6機分を国土交通省を当て予約登録した。本計画における 初号機 JA801X は、ソラシドエアへのブランド変更直後の2011年7月15日に、就航。これは、スカイマークのボーイング737から800型 JA73NF の就航に次いで、BSI 採用機の国内2番目の就航となった。以降計6機が、当初の予定通り2012年度までに導入された。 その後2012年3月には新たに同系4機が予約登録され、2013年7月より導入実行フェーズに移行、2014年5月までに予定通り完了した。2012年12月にはさらに同系2機の予約登録も行われ、JA811X は2014年9月に導入された。なお当初、 JA812X は2015年5月の本登録予定とされたが、2015年3月登録、同年4月ライン投入に前倒しされた。2013年4月から2015年3月中期、経営計画では、従前の経営計画に盛られていた、機材更新プロセスを1年早め、2014年年度下期までに、 旧型機材の処分と心臓機への移行を完了させることを謳った。同計画に基づき最後まで残されていた旧型機材2機も心臓機の JA811X と入れ替わる形で2014年9月末に運用を終了した。これにより BSICO737 から800型のみによるシンプルかつ効率的なフリートが実現した。 一方で2013年8月には、為替リスク軽減とキャッシュフローの改善を目指し、リース運用中の機材を購入する手法による、航空機の一部自社保有化にも踏み切った。自社保有の初号機となったのは、自家ス社からのリース機材であった JA804X で、グループ内金融会社である、株式会社マンゴーファイナンスが、総額34億円の資金を、 日本政策投資銀行、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、大分銀行、鹿児島銀行、ヒゴ銀行による、期間11年の新ケートローンで調達して、これを買い取り、その後改めて、スカイネットアジア航空にリースする形式が取られた。なお、報道によれば、有志主幹事たる、正当銀の負担分は、総額の約15%に当たる5億円であり、 地銀側がより多くを担当する。これにより本県は国内航空会社の機材ファイナンスに地銀が中心的に参画した初のケースともなった。2015から2016年度の経営計画では737から800型12機体制が確立したため今後は将来を見据えた適正機種、機材数の検討を進めるとしている。 さらに2017から2020年度中期、経営戦略においては、2018年度を目途とする国内就航路線の拡充と2019年度中の国際定期便進出を目標として掲げた。これに伴い機材の増強が図られる計画であり、実際に2017年9月、新造機 JA813X が国土交通省に予約登録された。 機種は従来と同じ737から800型で2018年10月25日に導入された。2019年10月には全日空に在籍していた737から800型機一機をリース導入した。ソラシドヤの同型フリートとしては初の中古機導入となる。本機に BSI は備えられておらず座席数は176席。 広報ラバトリーは一箇所のみ、エンジンもグレードが異なるなど、他の機体仕様も概ね全日空在籍時のままで運用されている。737から800型機は2019年限りで、ボーイングにおける生産が終了しており、ソラシドエアが今後フリート増強を図る場合には、仕様の違いに目をつぶっても、本機のように状態の良い中古機を探すか、大きな投資を覚悟で、 心臓の別機種に転じるかの選択を迫られることになる。ただし 737NG シリーズの後継機種で、ある 737MAX シリーズは相次いだ。墜落事故の影響で2019年現在、デリバリーが停止しており、今後の供給についての見通しは立っていない。吹き晴れ見まさか曲の羽ばたけ笑顔が起用されている。自社の機内誌、 空種及び ANA の機内紙、翼の王国を設置、配布している。ドリンクサービスではコーヒー、ごゆずスープ、お茶、リンゴジュースが無料で提供される。また、機内限定品が客室乗務員によって販売されており、品ぞろえは毎月変わる。空恋プロジェクトは、空シドエアが実施する機体を活用した地域振興プロジェクトであり、 一機体一自治体を基本に一年間機体側面に地名を表示するとともに機内では各自治体独自の方法で実施自治体を PR する。2007年9月宮崎発東京業58便の機長が電子機器の使用が禁止されている着陸時に自ら依頼してデジタルカメラを使用させていたことが2009年4月13日に判明した。 同月17日に国土交通省は会社を厳重注意した。2008年5月23日、運航乗務員が健康診断において、気用歴を不正に申告し、航空機を操縦していたことが判明した。2010年2月、対空性に重大な影響を与える場合に航空局より発行される TCD を40台の整備計画担当者が、 作成したシステムのプログラムミスにより最大631時間超過していたため国土交通省は会社を厳重注意した。実施されなかった整備作業は DCD で定められた高容力装置の部品や発電機制御装置などの点検でプログラムミスにより定期的に実施されず発電機制御装置の点検では600時間ごとに実施が必要であるが 631時間、超過していた。ありがとうございます。